こんにちは、のり太郎です。今回はモダンコインの人気は本物だったというお話について根拠立ててご説明させていただきたいと思います。まず今回のメニューとしては1番、今回大人気だったゴチッククラウンについてお話ししたいと思います。で、2番目に偉大なる彫刻家シリーズの売れたスピードについて、3番目に偉大なる彫刻家シリーズの値動きについて、4番目に次の狙い目はというようなお話をしたいと思います。で、まず1番目ですが、今回大人気だったゴチッククラウンについてですが、まず先日イギリスの王立造幣局のロイヤルミントで販売されたウィリアム・ワイオンデザインのゴチッククラウン金貨銀貨ですが、こちらは発売後、1時間ちょっとで全て完売となってしまいました。まずこのコインのことを知らない方は、ウィリアム・ワイオン、そもそも誰っていうお話が出てきそうなので、いつも見てくださってる方はもちろんわかると思うんですけど、そこからお話ししたいと思います。ウィリアム・ワイオンさんはイギリスの王立造幣局ロイヤルミントで1828年から1851年の亡くなるまでの間、主任彫刻家として数々の名作を手掛けまして、イギリス貨幣の歴史に多大な影響を与えた人物になります。代表的な傑作が、世界で最も美しい金貨と称されるウナとライオンという金貨になります。こちらはオリジナルの金貨の最高グレード66グレードの星ってやつですかね。それが今年の2021年に1億7400万円という高額で落札されて話題となりましたが、このウナとライオンの復刻版がビクトリア女王生誕200周年を記念して2019年にイギリスのロイヤルミントから発売されまして、その金貨と銀貨が非常に人気になったために話題となりました。ということで2番目、これが偉大なる彫刻家シリーズというものなんですが、売れたスピードについてお話ししたいと思います。偉大なる彫刻家シリーズとして第1弾に発売されたウナとライオンの場合、金貨は約3時間で売り切れで、銀貨は5日間ぐらい、残って完売したと言われておりまして、最初だったためにあまり注目もされておらず、売り切れまで数日残っていたということでした。そしてウナとライオンが非常に高額になってから、次に発売された翌年ですね、第2弾の3グレイセス金貨銀貨はもうすでに非常に注目されていたために、開始 1時間から2時間で全て完売しました。そして今回の第3弾のゴチッククラウンということで、満を持して挑んだですが、私もですね、私がクリックした時には1300万台でしたので、前回の3グレイセスの時も、1000番から2000番の間だったと思います。なので、ニオンス銀貨は3500枚ぐらい発行枚数があるので、1枚は買えるかなと思っておりましたが、入った時にはもうすでに何も残っていないというような状況でした。で、こちらは発売後1時間ちょっとですね、1時間半ぐらいで全て完売となってしまったということになります。で、続いて3番目、偉大なる彫刻家シリーズの値動きということで、この偉大なる彫刻家シリーズの金貨や銀貨は実績から見て、絶対損しない勝率 100% のコインと言い切っていいかと思います。で、世の中に絶対儲かる話なんてないという話は嘘じゃないかと言えるぐらい 100% 儲かる投資になります。ただしご注意いただきたいのは、これを販売価格で買った場合は勝率 100% なわけで、転売屋さんとかですね、少し悪徳な業者さんが高値で売っているものを買ったら損する可能性は高いです。可能性が高いと言ったのは、それでも勝つ可能性はありますが、その場合は何年か保持する必要があるかと思います。で、くれぐれも安値で損切りだけは避けた方がいいかなと思います。
なので私のように、今回買えなかった方は慌てずに次を目指すか、外国のオークションなどで相場がこう安定したら、相場価格で買うというのが損をしないコツかなと思います。くれぐれも慌てて値段の釣り上がったものを今ですね、どんどん釣り上がってますので、釣り上がったものを購入しないことが重要かと思います。で、話を戻しますと、偉大なる彫刻家シリーズが、絶対に損しないと言い切れる根拠として、先ほども触れましたが、外国のオークションで売買履歴が出てきておりまして、相場が安定してきたんじゃないかなという感がありますし、やはり高値で取引されているからです。それでは第1弾の2019年に発売されたウナとライオンから見てみましょう。で、一応注意なんですが、相場を調べる場合には一つ注意点として、落札額に通常 20% のバイヤーズフィーといって、手数料ですねを含む場合と含まない場合の、表記があるので、で、落札者がいくら支払ったのかっていうのを計算する必要があります。それを、落札して買う届くまでに手数料以外にいろいろかかっておりまして、通常は落札手数料が 20% で、輸入時に消費税、日本ですと消費税が 10% かかります。で、カードや銀行振込などの手数料が、3-4% で、その他金額に応じて保険料とかですね、送料はもちろん全部にかかりますので、ざっくり 1.4 倍ぐらいしておくと目安になるのかなと思います。数千万ぐらい、数千万とか1億ぐらいになると、1.3 倍ぐらいで、あとは誤差範囲がかなっていう感じですけど、100万程度までは 1.4 倍ぐらいでいいのかなと思います。ということで、今回は落札額 ×1.4 倍で、1ドルは113円、1ポンドは150円で今回計算したいと思います。それでは2オンス銀貨ウナとライオン2019年のものから見てみたいと思います。2020年の8月に、プルーフ70のものが、13,200ドルで、これは BP というのがバイヤーズフィーを 20% 含むっていう意味なんですが、それを加味して計算すると、だいたい日本円で174万2000円と、174万200円ですね、になるかと思います。で、これがすごく高値になった時ですね。で、その後2021年になって、一旦下がります。で、6000ポンドで126万円ぐらいになって、2021年の6月には7800ドルで、102万8000円ぐらいまで下がります。で、2021年の7月になると6000ポンドになって、120万6000円ぐらいにまた戻るというような値動きをしています。ですので、100万ぐらいで一旦そこを売ったのかなというような風にも見えます。で、現在の相場はだいたい100万から120万といったところかなと思います。で、やっぱり2020年に一旦過熱気味だったのが落ち着いた感があるという感じですね。なので、今後ここからぐっと急落することはあまりないのかなという感じもします。で、おそらくですけど、モダンコインも、100年経てばアンティークコインということで、ここから徐々に上がっていく、ちょっと下がることもあるかもしれないですが、上がっていくような感じになるんじゃないかなと思っています。ただ、販売価格はあくまでも銀貨、2オンス銀貨なので2万7000円ぐらいなので、販売価格で買えば100万円になったとしてもですね、37倍になっているわけで、とんでもない値上がりになります。
で、これを100万以上で買ってしまった方は今後の値動きに注目しつつ、まあ、これは損切りをしなくてもどうせ人気なので、値上がりを期待して待つのが得策じゃないかなと思います。そしてここが今日の大事なところになるかと思うんですけど、69グレード以下のグレードはどうだったのかというところを見てみましょう。で、2019年ウナライオン2オンス銀貨のプルーフ69ですねは、2021年の5月に3840ドル、まあ、これが50万6000円ぐらいになります。2であったのが2021年の7月は1900ポンドで39万9000円ぐらいに一旦下がります。で、2021年の8月になると今度はこれ日本のオークションですけど64万円で落札されてるので、まあ手数料とか含めると83万2千円ぐらいと。で、これが9月になると外国のオークションで2700ポンド56万7千円ということになります。なので一旦やはり2021年の7月に下がりましたが、また上がってると。まあ、先ほどの70グレードと似たような値動きになっています。で、もう一つ重要なのがプルーフの67、65についても値段がついておりまして、プルーフの67は1600ポンド33万6000円で、65がなんと1400ポンドも、ね、値段がついており29万4000円ということで、まあ、このグレードでこの値段なので、まあ、まずこれ以下に下がることは考えられないということになりますので、まあ、2021年の7月の1900ポンドですね、69、39万9000円は非常にお買い得なのかなと、これなら見えますね。なので、69グレードの相場っていうのは、まあ、40万から60万といったところでしょうか。まあ、あと注目していただきたいのはやっぱり67、65グレードでもそれなりの値段がついているということです。なので販売価格に近い価格で買うことができれば 100% 損しないと、まあ、これは69とか65をついたとしても 100% 損しないということはお分かりいただけたと思います。ということで、次に第2弾の3グレイセスですね。これはなんかあまり人気がなかったという話がありますが、それはウナとライオンと比べたらであって、あくまでもモダンコインとしてはかなりの人気があります。で、こちらが結構売られておりまして、販売履歴がいっぱい出ています。で、このようにずらーっと出ていますが、最初2021年の6月にプルーフ70が、3600ドルで47万6000円ぐらいで、落札されていて、まあ、さっきのウナとライオンと同じですね。発売当初が高値になって、で2021年の7月ぐらいになって30万ぐらいに下がると、35万ですかね。で、8月で27万で下がって、30万とか24万ぐらいになって、で、まあ2021年の8月に33万、10月で33万と、やっぱりぐーっと上がってぐっと下がって、まあ、安いからやっぱ買われてちょっと上がっていくということで、こちらもなんとなく落ち着いてきたのかなというようにも見えます。で、時系列的に見てもだいたい30万円ぐらいが相場かなと。で、むしろ最近上がってきて33万ぐらいになっているという感じかなと思います。で、次の69グレードですね、69グレードはどうだったかというと、なんとですね、2021年の8月には39万5000円だったんですけど、その後18万9000円ぐらいに下がって、2021年の10月で21万4000円ぐらいになっていると。なので、まあ20万円ぐらい前後と
いう感じで69グレードがもうしっかり値段がついているということで、まあ、しつこいようですが販売価格で買うと、まあ、この場合は 27,750 円ぐらいだったので、70グレードで10倍、69グレードで 7.2 倍ぐらいになっているというわけです。で、鑑定費用にまあ数千円から1万円ぐらいかかったとしても、まあ、100% 勝てるっていうのはこれ分かっていただけたかなと思います。ちなみに金貨ですね、でウナとライオンの金貨が取引履歴がまあ出てこないという感じで、まあ、きっと買って保持している人が大半なのかなと思われるんですけど、スリーグレイセスは結構2オンス金貨も取引されているので、見てみたいと思います。でこちらは2020年スリーグレイセス2オンス金貨ですねの履歴を見ますと、2021年の7月はプルーフ70が、18,500ポンドなので388万5000円と、でその後も300万円台が続いて、2021年の9月に280万ぐらいまで下がります。そうするとその後ですね、あの460万にすぐ上がって336万が2021年の10月で、これの69グレードも2021年の7月に280万だったものが9月には336万ということで、プルーフ70で、330万から400万といった価格帯かなと思います。で69グレードでも300万程度の値段がついているので、こちらも販売価格が75万円程度なので、もうあの70グレードで5倍程度になっているというわけです。利益金額だけで見たら70グレードで300万ぐらいになりまして、高級車が1台買える金額になってしまうということですね。ということで、ここまでの相場を見て、あれ損してると思われた方は高値づかみしている可能性が高いので、まあ、その買い方ですね、どこで買ったかは分からないですけど、その買い方は良くないということかと思います。で、まあまあ相場かなと思われた方は、まあ、今後値上がりを期待して保持するといいのではないかなと思いますので、まあ、あくまでも販売価格で買うと絶対損しないというのは分かっていただけたかと思います。で続いて4番目、次の狙い目はということで、まあ、来年の2022年ですねは、皆様ご存知だと思いますが、イギリスの歴史上最も長い在位期間を誇るエリザベス2世が即位70周年を迎えるというプラチナ・ジュビリー、まあ、イギリスでも初ですねの記念コインが次々と発売されるということで、こちらはデザイン次第ということもあると思うんですが、まあ、この偉大なる彫刻家シリーズと同等かそれ以上になる可能性が高いと思われます。またプラチナ・ジュビリーは100年後も歴史に刻まれる素晴らしい一枚になると思われますので、まあ、もし幸運にも変えたら家宝にしてもいいのではないかというぐらいのものかなと思います。また個人的にはミュージックレジェンズも盛り上がっているのではないかと思っておりまして、まあ、ザ・フーはちょっと微妙だったんですけど、デビッド・ボーイとかはですね、エリザベス2世の肖像を描いているジョディ・クラークさんがデザインしたものだけあって、まあ、非常にかっこよくてですね、まあ、人気が高いですし、まあ、第1弾のクイーンはもっと人気がありまして、なかなか手に入らないレアコインになっています。で今後ローリングストーンズとかですね、やっぱりビートルズとかが出てくると、またさらに盛り上がるんじゃないかなと思います。で今回ゴチククラウンを買えなかった方は、そちらをまあ買うための資金が残っているんだと考えるといいのではないかなと思います。またゴチククラウンを原価で買えた方は、まあ確実な勝利を手にしたんじゃないかなと、まあ、このデータから見てもわかるかなと思います。
ということで話をまとめますと、モダンコインは販売価格で買えば絶対に損しない堅実な投資であるということは分かっていただけたかと思います。で、69グレードでも販売価格で買っていれば決して損しないということが、しっかり利益が、そういうところがしっかり利益が出てるということが分かっていただけたかと思います。ただし何でも良いかというとそうではないので、相場をしっかり調べる必要がありますし、人気のコインを見極める必要があります。モダンコインの選び方のポイントについては私の過去動画でまとめてますので、そちらをご参照ください。今回相場を調べに使ったのが、このコインアーカイブスというサイトになりますので、世界のさまざまなオークションサイトでの販売履歴が終えるので、こちらも概要欄に載せておきますので、ぜひ使ってみてください。それでは今日のお話は以上になります。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。またいいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。いつもご覧になってくださっている皆様、本当にありがとうございます。それでは最後、皆様一緒にレッツコイン。ご視聴ありがとうございました。